リップがないですね。ハニー、前髪がもうおかしいことになっている。歯についた、はい、最近電気を黄色いモードにしているから、黄色いモードなんていうの、暖色、暖色に変えとるけんさ、そう、ちょっとね、配信も黄色くなるよね。そう、変えれるやつに変えた。変えれるやつに変えました。スケさん、シマンチュさん、 MJ さん、浅香さん、おいでます、元気さん、ピロシさん、竹まつるさん、奥行きさん、一文字三文字さん、カエルサンタさん、めっちゃ可愛い人、ありがとうございます。そう、なんか感触しかないっていうか、普通のしかないやつが嫌になったけん、どっちもできるやつに変えました。メール送ろうと思うんだけど、何を送ろうかな。そうそう、今日は広島雨でしたね。雨は嫌いです低気圧、ゆーちゃん、さくらのなびら、きれいギフト、大工さん、もんちゃん、ありがとうございます。他のメンバーで OK を送る会、あ、おきもも送る四国の会よね、確か。おきもも送る四国の会、今日夕方ぐらいまでご飯をね食べれる時間がなくて、いろいろレッスンの後とかもバタバタして食べる時間なくて、でやっと
夕方前ぐらいに、そうなんかねベーグルを買ったんよ。2個買ってで1個食べたけど、ちょっとちっちゃめのベーグルやったけん、まあちっちゃくはないけど、まあちっちゃくはないけど皿的にはちっちゃいベーグルやったけん、まあ2個食べたんですよ。しかもめっちゃお腹空いとったし、まあ朝昼ご飯だと思って2個食べて、で飲むヨーグルト飲んだらなんかめっちゃ気持ち悪くなって、これってなんかさ理由あるんかな、なんか普通にお腹すいと空腹すぎた状態に急に食べ物が入ったけんそうなったのか、なんかでもさ飲むヨーグルトとか気持ち悪くなる人もおるみたいな、じゃん普段はさないんやけど、でもさ食べ合わせなんてさヨーグルトとパンなんてさあるあるじゃんって思って、理由不明。あ、そうだ、さツイートもしようと思ったのに、しとこ今のうちに。あ、46分になった、悔しい悔しい。食べ合わせ、でも食べ合わせだとしたら全然あるあるだしさ、なんかそうお腹いっぱいとかじゃなくて、なんか気持ち悪いってなって、気持ち悪いってなった瞬間さら、あ私は、ね、あのお腹空きすぎたら気持ち悪くなるけん、やけん、あまだ私はお腹空いているのかって思って。そうあーねみたいな、まだお腹空いてるんかって思って麻婆豆腐作ったんや、自炊したんですよ久々に、してあ空腹すぎたと思ってプラスで麻婆豆腐食べた、またやっぱ気持ち悪い気持ち悪いってなって、で食べてすぐ寝るっていうことをしたら治った絶対そっちの方が良くないのに、なんか気持ち悪くなって、しかもなんか低気圧、雨降ったら降ってきたら眠くなって寝たら、うん、治りました。まあ大抵のことは寝れば治るっていうわけですよ。私は割と寝れば治るって思っている派。本当にひどい時じゃないと病院には行かない。食べ物で当たったこととかあんまないんよ。まあ当たるような食べ物を食べんのもあるけど、牡蠣とかも好き、そんな好んで食べんけんさ、食べたことないけんさっていうのはあるけど、特に当たったりしたことはない。最近病院に行った記憶、耳鼻科に行った。なんか一回耳がおかしくなって、耳が言った気がするけど、まあ、忙しかった時になんか耳がおかしいと思って行ったけど、まあそこまでの問題はないと思いますみたいな、
ストレスとか疲労のって言われた。いつの頃かな、滝野さんの卒コンのリハとかをやっとった時やけん、11月10月ぐらいかな。それぐらい。牡蠣は白いし白ワイン合うよって受ける。別に牡蠣に白さは求めとらんし、ワインも飲んだことない。送ります。サラピさんはお医者さんと相性が悪そう。どういうこと？どういうことですか？会う間はもないやろ。めちゃきのこさん、きれいギフト。あさかさん、マグさん、タネさん、あのビラー、バオバブさん、マックスさん、ひーちゃん、ありがとうございます。中野さん、ありがとうございます。最近はインスタにも韓国のやつ、韓国投稿 し始めたし、ちょっとメールにも韓国旅のインスタとかには載せてないやつとかも載せよう、送ろうと思って送っていっております。徐々にインスタにはね、インスタに合うものしか載せないから。あります。まあ、ストックというか、まあ、ストックですね。なんだっけ、
そう、インスタに載せているのは割と選び抜いた選抜写真です。とか言っていたら意外と時間がない。そう、フォトブックにはフォトブックにしか多分載せてない。まあ行った場所はさ同じやけんあれやけど、全く同じのは載せてません。まあそのフォトブックを見れるのは10人ぐらいなので、20人やったっけ。10人か。OK じゃない。あと1通送ります。今日は自撮りする顔面ではないの。黄色い、なんかそう電気を黄色くしてるけど写真撮ってもなんか黄色いんよね。黄色いぞ。やばい58、あまだ58やった、59かと思った。私まつげに何かついている？ついてなかった。58分、結局自撮りした。なんかレッスンの時とかはさ、そんなのちゃんとメイクしてないけどさ、してないんやけど、やけん自撮りがさしてないわけよ。遊びに昨日とかのねカフェとかはしとる、と自撮りしとるけど、というか写真撮っとるけど、
でも それはまたインスタとかに載せたいから今じゃないって感じ。オッケー。自撮りしない日はなかなかないねって。あるよ、めっちゃめっちゃあるけんこそ最近は自撮りをした、なんかその場で自撮りした写真とかをメールに送ることあんまないかったんやけど、まあ意識的にその場で自撮りして送るようにしています。最近はなんかあんまりちゃんとしてない写真を送るの好きじゃないんやけど、まあメールだから、それまたメールだから。SNS とは違う、写真を載せましょうっていう気持ち。よいしょ、オッケーかな。スマイルさん、一文字さん、文字さん、ミッチさん、ありがとうございます。もうネイル剥げてきたよね。やり直そうと思うけど今日やり直すか悩むな。明日にするか今日にするか。やっぱ1週間ぐらいがネイルの寿命。綺麗、親指とか割と綺麗に残っとるけど剥がれてくる。人差し指が、ああでもそうでもない、こっちはなんか人差し指と中指と例えて、こっちは親指と人差し指と、やっぱ人差し指ってねこうやって使うことが多いけん一番剥げやすい。ミミンさん、バーバーさん、ありがとうございます。親指は綺麗なまま。そうやり直さないと。でも剥がすのもねちょっとめんどくさい。割とコンサートまでにはね綺麗にしたいんですけど、
じうまさん、こうたさん、ありがとうございます。そう、331、うん、うん、日曜日、今日木曜日、今日木曜日か。明日かな、直前で綺麗にしときたい。でも明後日はさすがにそんな時間なさそうやけん、明日かな、直すなら。あ、そうだ、ゴイスティカップさん、ありがとうございます。なんかさ、前髪ちょっと切っとけんかな、ピンで留めても止まらんくなってきた。いやー、爪やり直そうかな。なんか綺麗に全部剥がれてくれたらいいんやけど、剥がれてないところは剥がれてないけん、剥がすところから選んでいけん。あの除光液の匂いあんまり好きじゃないんよね、鼻にくるあの匂い。割と剥がれてくれたらいいんやけど、ピーって剥がすか。今回もこの時と同じピンク系にしよう。水色系にねしようかなと思ったんですけど、ちょっと違いそうだったので、全然剥がれんじゃんこれ。結構重ねて塗っとるけん、剥がすのも手強い。全然剥がれん、全然取れないですね。
30ぐらいか、色塗って色塗ってキラキラ塗って、上のちょっとネイルしてるって書いてこ、何してるか分からんけど、よいしょ、キャー取れていきますよ。綺麗に取っとかないとね。キラキラが手ごわい。もう撮るのも大変どうせなら全部自然的、自然と撮れてほしかった。怖い。夏になったらサンダル履くけんさ、足とかもできるようになる。何ペリキュアって。ネイルです。違い分からんけど、そんな。もうちょっと濃いピンク買えばよかったな。いや、でもナチュラルぐらいがいい。そう、水色もね、持っとるんやけど、ジルのやつ。ジルスチュアート。ちょっとこれさ、机動かしたら配信のスタンドが揺れるけんすいませんねって感じ。カメラが一緒に揺れてしまう。水色もあるんやけど、ちょっと今回のコンサートでは水色ではないかな。小指がめっちゃつけ、上からもつけたけん全然取れん。前回はね、なんかすんなり乾いたし、いい感じにいけたので、前回の感じでいければいいなと思います。
ケイ。地味に伸びたんで整えます。なんかさっきテレビでさ、なんやっけ、なんかキャンプゲーム、なんかキャンプのやつがあっとってさ、あんま全然見てないんやけど、なんか着いた時あっとって、人生でちゃんとキャンプというキャンプをしたことないけん、キャンプしてみたいなと思ったけど、今言いながらキャンプのことを考えたら、ちょっと虫とかおったら無理だなって思った。小学生の時とかにやるようなキャンプはやったことあるけど、ガチなやつを普通にプライベートとかでやったことはない。夏じゃなかったらいいかもね。でもさ、キャンプもピクニック的な感じで考えとるかもしれん。そう、違うよね。ピクニックぐらいの軽い気持ちで考えているんですけど、なんか小学生の頃にそういう日あ、そういうなんかキャンプみたいな、な合宿みたいな、合宿ではないか、なんかあったけど、カレー作ったりとかさ、そういうのはやったけど、合宿ではないけど、なんかそういうやつあった、小学生とかの頃。
集中モード。今日はこのぐらいの薄い色にしたいと思います。ナチュラルぐらいにしておきたいと思います。まあ左手からかな。なんで前回あんなうまくいったんやろ。なんか前回はうまくいったよ。前々回はめっちゃ乾くまでに時間かかったんやね。くさい。コットンのね、毛がついたらちょっと厄介なんですよ。お客さんいるとうまく、いや前回は違うよ、その前回じゃないよ。池田とおさやかにやってあげたいって時は自分はやってないから、それじゃない、その一個前、配信で一人でやった時がうまくいったよ。お二人のやつも別にうまくいったけど、くさ。もう髪の毛がついた。ああ忘れとった、あ忘れとった忘れとった待って待って今普通に塗ったこと忘れてめっちゃ当ててしまった。取ろう、今ならまだ全然綺麗に取れる。塗ったこと忘れてめっちゃ指当たった。ピンクやけんさあんまり塗った感なくて。小指の修正しようとしたら普通に今当ててしまって自分でもびっくり。やっぱ乾くの早くなった。もしかしたらこれが乾くの早いやつなのか。ピンクは心も明るく、なんかピンクは偏見がない色らしいです。なんかこの前テレビでやっとった、ピンクは偏見をなくす色だからみたいな。一見どっかのかゆ惣菜のやつとかは食のなんか研究というか食のやつやっとる人は見た目色とかの先入観から美味しいとかを判断しないように、なんかピンクの電気の下でピンクのライトを当てて食べるみたいな言っとったの見た。印象的すぎて覚えとる。
偏見を持たれやすい人ピンクを着た方がいいのかもしれない。知らないですけどね、それがどこまで本当か。そんなアイドルのピンク担当の子めっちゃ得じゃんね。危なーい。指は集中しないと。もうちょっと綺麗に、ちょっと艶めいた綺麗になりました。ってしている間に左が乾いたと思うので、レッツさん、くまたかさん、マグさん、ありがとうございます。左を二度塗りしていきます。いいですよ、二度塗りしたらいい感じの発色に。こことここの差いいですよ、やっぱいい感じですよ。このまま事故が起こらなければ。危ない、髪の毛が当たる。とてもいい感じです。この右と左の差わかりますか。こっちの方がちょっと白っぽいというか塗った感じの色。そうちゃん、ナラブさん、ラブレター、ありがとうございます。そう、普通の爪の色よりもちょっと白っぽいというか、なんか薄ピンクっぽい感じの色を目指してるので、なんかザ・ネイルしてますねって感じのピンクじゃなくて、割と自然めなピンク。
何色の服を着てても合うぐらいのピンク。やっぱ水色とかをやってしまうと、とか青とかやってしまうと、ピンクを着た時とかにあんまり合わないことになるので、無難に地爪の色を綺麗にする程度。かゆいのに爪ではかけないから。おじさんがしてたら、まあ、バレなくはないバレるってバレるんじゃない。まず綺麗な爪してんなって目に入る。ああネイルかってなる。うん、いいんではいいんではいいんでは。親指が足りない。親指はね、他よりも他の指よりも面積が広いので、ちょっともう一重いってきます。おお。並ぶさん、桜餅、団子、綺麗ギフトこれやばい、ピースじゃない、綺麗ギフト、ありがとうございます。こっちの手の方がめっちゃ綺麗に塗れとるな。左の方が濃く色がついてよし、そろそろいいかな。続いてこのキラキラを型、このキラキラを開けたいのに開かないじゃないか。おい、ね、もうちょっと最悪ではないか。ごまかし可能かな。うわ、
修正可能かしら。もう分かんないんですけど。あ、開いた。ああ、開いたのはいいけど修正が入ったので、ちょっとこの指は待ち。もうもう修正がまだ効くので助かったー。空飛ぶリオさん、結婚してギフト、デューン。今これしかできん。ありがとうございます。で、こちらの続いてキラキラを塗っていきたいと思います。このキラキラのねやつはちょっとパサついてるので、これはもうニュアンスです。今集中モードですから。あ、上手。チュラーン。これ見づら、これ見づら。あ、見えましたね。キラキラは集中モード。いい感じ。見えにくいけど、見えづらいですけど、とてもいい感じです。現実では、まあ見えづらくても現実がいいことが大事なんでね。うん、もういけるかな。いいですよ。いいですよ。なんでも狂気。
業コンサート、え、卒業コンサートお見送りないん？マジ？そんなことあるん？好きや吉田さらって、好きや食べたい好きや食べたいな。右手に突入。おお。滝野さんなんか確かに、まあ、滝野さんはグリアリアってけんないのわかるけど。あの会場だ、へえ、どこやっけ、アステール、ん、どこだっけ、前浜でもやったのにね、前前浜の時みたいに二手に分かれればできそうなのにね。もうちょっと待って、コットンの毛がめっちゃひっついてくる、腹立つな。よし、ひとまずは OK なんだけど、コットンの毛がついてきたからちょっと乾くまで待とう。
まあコットンの毛本当に嫌。今度から綿棒を準備しよう。この毛がさくっついてきてさ、でもね乾くのはねやっぱ早い、早くなった、やったね。いいよコットンって言うたびにコットンさんって言うのもいいよ。でこの透明のトップコートを塗っていきます。こちらですね、透明を塗っていきます。これがですね最後の仕上げとして重要なポイントと、う危ない、重要なポイントなのかなというふうに思っております。やっぱこれを塗っておくと、塗っておかないとでは剥がれてき方とか剥がれやすさのね持ちやすさもちょっと変わってくるのかなっていう。ちょっとここのね家の今電気が黄色いので見えづらいかもしれませんが、こんな感じでございます。続いて右手も同じようにやっていきます。見えましたか、ともゆきさん、ありがとうございます。読んだっけ、読んだか、いや読んでないか、分からん。そう、なんかネイルサロン行こうかなと思ったんやけど、一旦自分でやってみようと思ってやってみたらもう上手にできたので、まあ行かなくていいかなって感じ。なんか凝ったやつをやりたい時は行きたいんですけども、私はそんなパーツをつけたりとかは、夏ライブがあるのでやらないかなと思うので、そういうのをやるとき以外は行かなくてもいいのかなと思っています。まあ我ながらこれだけ綺麗にできれば満足かなと。じゃあ所存でございます。まあでも実際パーツ取れるわけはないけどね、そんな取れるわけはないですけど、いやいや言われたくないので。キャー、小指が大変、小指が大変、ちょっと当たっちゃった、セーフ。
タラララララン。あ、そう、夏ライブ、そうだよ、申し込めるので4月17日お待ちしてます。キラキラいいのでは。これはいつも可愛いものを持って撮るんですよ。リボンの髪留め可愛い。あ、これですか。これで本当はここにねシナモンついとったんよ。ただ邪魔になるけん外した。小島愛子ちゃんが17時すごいじゃん。指をこうして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 親指の行き場がない。ルルルルテテルルルルル。ネイルはもう完成しました。あとは乾き待ち。上出来なのでは。こうやって写真を撮るときにミスっちゃうから。全然行けました。でもいい感じなのでは。ちょっとピント合わんけど。
自撮りしてないよ今。爪を取った。完成なはず。モンブランさん、ゆうちゃん、マグさん、ナーラブさん、ありがとうございます。良い？春っぽく。春っぽいでしょ。爪が心配になる。ちょっと描いただけですぐ爪が心配。もうほぼ大丈夫だと思うけどね。ちょっとこの辺のとこはまあお風呂入れば、周りのちょっと汚い部分は特にお風呂は入れないね。やけお寝入りした日は髪の毛もここじゃなくてここでこの第一関節で。危ない、今除光液のものです。洗わんといけん。まあそれの方が頭皮にとってもいいのかもしれないけどね。ガーってやるより。でもさ、あれがあるんよね、あの髪の毛洗う時用のブラシみたいな。あれあるけん、それでやる。それでやります。それで洗います。まあ濡らしてももう大丈夫だと思うんだけど、濡らすのはもう問題ないと思う。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。じゃじゃん、もう触っても大丈夫なぐらいではある。ただ強い刺激はキャッてなるけん、
シャンプーハット使わない、使うわけないだろ。桜カラー、まだ桜全然見てない、まだかな。ちょっと雨が降ったらさ散るしさ、早くしてほしい。散らないで、散る前に。今週満開予想、満開予想なので広島は。高くなった。チュル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 。かわいいやん。え、痛った。雨やめて。雨のせいで散ったらもったいないでしょうがって感じ。土日は雨じゃないんかな。土日雨やったら終わりやね。手が可愛くない。手が可愛くないって何って感じや。いつか気が向いたらネイルコレクション出そうか。土日は晴れ？ああ、それはいいですね。なんか ネットにあるネイルの写真って長さだし、あのつけとるけんさ、これは地爪じゃん。でもつけとるけん綺麗に撮れるよね。Look at me, look at me, ta ra ra ta ra ra。
手を可愛く取るのは難しいです。スマホ指で指が曲がったかなスマホ指で指が曲がった両手で取りたいけどさ、取ってくれる人がおらんけんさ。両手で写真撮りたい。タイマー、いやタイマーとかの問題じゃない、こう足で挟んで足で挟んで足で携帯を挟んでこうやって下に向けてこうやってやるとかじゃないと無理。でも確かに、でもストーリーサイズのやつだったらスクショはいらないです。あれがないから。タイマーはないんですよ。キャー写真、ただのカメラならまあタイマーあるっちゃあるけど、足で挟んでこうして頑張る吉田沙羅。めっちゃ撮れるやん。可愛くない何も可愛くない。なんか何にも可愛くない、気持ち悪い。なんか逆に指がいっぱい見えて。タイマーにしたら連射になるんだよ。知らないの？連写を笑っている君たち。タイマーにしたら連写になるんだから。iPhone はね。iPhone 以外は知りません。ララ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 ラ。お腹すいた。チャラララチャラララ、カレー食べたいって。確かに食べたい。牛丼食べたい。珍しくない珍しくない。
サラが牛丼食べたいかも。珍しいかってな、珍しいかどうかなんてみんなは知らないだろうけど。どこが好き、なんかそんなどこが好きって言えるほど食べたことないけんあれなんやけど、でもまあ好きやかな。明太高菜みたいなやつ好き。高菜明太は好きや。食べたい、お腹空いてきた。これだ。なんか、あ、でも見せん方がいいか。高菜明太、吉野家分からん。なんか別にどこってこだわりはないかも。言うて言うてはないです。ないけど今の気分的にはまあ明太高菜が食べたいかなみたいな。気持ちみんなはどこ派ってあるん？さくら、並べさん、めちゃきなこさん、やじうまさん、きれいギフト、ありがとうございます。キムチ丼、キムチ丼も美味しいよ。絶対今の気持ちに引っ張られたやろ。松屋吉野家、松屋、え、なんか松屋人気やん。え、そうなん。松屋さら行ったことあるかなってレベル。中宇は広島に住んで初めて行ったことある。でも言うて行ったことあるの片手に数えれるぐらい、 2,3 回しか行ったことないけど。吉野家もなんかね、福岡の頃学校の近くにあって、なんかいつもいい匂いがしてで一回食べてみたいって言ってお母さんと行ったけど、でもその時はなんか想像と違ったんよね。裏から流れてくるちょっと甘い感じの匂いと食べた時のしょっぱさでギャップがあって、なんか想像と違うってなって、それから牛丼はあんま好きじゃなかったけど、吉野家の牛丼食べてから甘いじゃん、美味しいじゃんってなってから。でも吉野家その後食べた時美味しかったよね。やけど味覚が変わったんかな。もしかしたら味覚が変わったのかもしれない。パントリーマン食べます。ちなみにバニラ派です。みんな松屋本当に、え、マジで行ったことないかも。調べてみよう。なんか松屋派が多く見える。広島松屋どこにあるんやろあるんかな、そもそも。
チーズ牛うまそう。ネギネギ牛飯。ネギとろろ牛飯美味しそう。鬼おろしポン酢美味しそう。見てどれも美味しそう。カレー、マレーシア風牛肉煮込みルンダン、めっちゃ美味しそうなんやけど。チキンマサラカレー、え、ネギ塩牛焼肉絶対美味しい。マーラー、本格マーラー飯、確かにめっちゃ美味しそう。がっつりやね。サラはがっつりの方が嬉しい。明太タルタルチキン定食、え、美味しそうやん。確かに美味しそう。へえ、美味しそうですね。メニュー初めてちゃんと見たかも。シピシピラララバグビルビ。スキヤの明太マヨチーズ牛丼めっちゃ美味しそう。期間限定、美味しそうすぎる。配信終わってウーバーしてしまっとるかもしれん。明太マヨチーズ牛丼、この時間にやばいって。いいよ、この時間でも食べちゃえ。でもおろしポン酢とか高田明太マヨ最高。続いて吉野家。ネギ塩、やっぱネギ塩が美味しそうに見える。ネギ塩牛サバ定食いいね。お安いんだね牛丼屋さんって。お安い。泣かう。吉野家は唐揚げも美味しい。へえ。でも中羽はなんか、海鮮アボカド丼美味しそう。さ、中羽はなんかラー油のやつ食べたことある。ラー油なんやっけ、なんかラー油の親子丼みたいなやつ。ネギラー親子丼かな。これを食べたことがある。ここはそんななんか牛丼牛丼してないね。あんまり丼ぶりって感じ。やばい、お腹すいた。無理。
無理って書いてある。お腹空いた、無理。なんか松の屋みたいな牛丼屋さんないっけ。松屋吉野屋ぐらいか。でも最近なんかないっけ、定食屋さん、弥生軒とかもなんか行ってみたいって思ったんよね。なんか TikTok で回ってきて見て、なんかあこんな美味しそうな感じなんやと思って、あ松の屋ってとんかつ屋さん、そうなんや、いや、よいけ。あ、大戸屋かな、いや、ま、弥生軒か。サバ。え、安いね。鮭も美味しそう。確かに魚とか食べたくなったらこういうお店にいっぱいあるんだね。今までその思考があんまりなかった。ブラックアンガスビーフのカットステーキ絶対美味しい。あと何やったっけ、あ、オートヤ。さあオートヤ行ったことあるかな、ないかもしれん、もしかしたら。まあどっちにしろさ一人で食べに行くことはないからね。大戸屋は、え、これめっちゃ美味しそう。何これ、かぼちゃのコロッケと鶏の竜田揚げ、大戸屋ランチ定食。え、めっちゃ美味しそう。しそひじきご飯定食、え、絶対おいしい。これはちょっと感動かもしれません。めっちゃおいしそう。大戸屋爆弾丼。さあ今は、今のところ大戸屋の方がメニューに惹かれています。めっちゃ美味しそう。とろろ、え、かぼちゃコロッケめっちゃ美味しそう。ちょっとこれはいいこと知ったかもしれないです。しかもこの値段で食べれるんならさ、スーパー行ってお惣菜買うとかお刺身買うとかするよりもめっちゃ良さそう。いいですね。胸キ誘う。なんか胸キは一人で普通に定食屋さん行ったりするみたいな言っとって、
人では私は行かない一人では行かないから、夜ご飯行くってなったらやっぱ居酒屋みたいな何でもある系のところに行きがちやけんさ、とか串カツとかも行って思ったけど、なんかお腹いっぱいまで食べたら結構まあ2人なのにまあまあな額行くしみたいな感じやん。定食屋さんめっちゃいいかもしれん。食べたくなったら胸焼き誘います。自分はゆっくり食べたい派。いやサラもそうだよ、だから一人では行かないんだよ。そう、誰かと行くんなら全然誰かと話しながらって感じやけど、お腹鳴った。ほらもうこうやって食べ物をしたらお腹がお腹が鳴ったじゃないか。やっぱお腹が空いているんだね。23時半だよ、大丈夫だよ、気にしない。食べたいなら食べる食べたいなら食べます。もうカントリーマームもちょっと隠しますもう食べない。もうこうやって気づいたらもうなくなっていくけん、カントリーマームはここ最後、これで最後。何誰これ、かわいいギフト。何サラテンテンテン、あざす。そういえばサラがとうとう出ました。ああ、コアラの街。カントリーマームって本当に美味しいよね。裏に温めたら美味しいっていうやつがある。何回かやったことある。
スをレンジで温めるよ。うっ、あーもう爪さすがに乾いたっぽい。よかった。電子レンジかオーブントースター、ちょっと手を加えて焼きたての美味しさって書いてある。コンビニ、そうカントリーマームアイスね、マジでもう一回出してほしい。あの時さ、すぐ売りなくなって探し求めたもん。レンジでやるやつとトースターでやるやつとある。サラは好きやって。酔っ払いですか。好きや到着しました。ウケるんやけど、もう私に影響されまくっている。好きやか。じゃあ明太高菜やったっけか、明太チーズですね。影響されてて受ける。夜ご飯食べてなかったんでしょう、きっと。知らんけどそれこそ知らんけど。え、この歌みんな知ってるんかな。お腹がすいたら焼きおにぎり。え、知らない。お腹が空いたら焼きおにぎりみたいなやつ。お腹が空いたら焼きおに、九州なんかな。お腹が空いたら焼きおにぎりって歌があるよ。どこの CM ですかこれは。日水の、ん？日水の CM。 あ、小腹が空いたら。全然地方でもなんでもなかった。みんなが普通に知らないだけじゃない別にご当地ってわけでもなかったけん、ただみんなが知らんかっただけ。
ってやつ。世代かな。でもさ、焼きおにぎり好きじゃない。なんならなんならおかゆぐらいの方が好きなよね。おこげとか好きじゃないよね、あんまり。熊高さん、ありがとうございます。ご飯の硬さだけは好みが合わん。ウケる。でもおかゆとかあんま好きな人おらんよね。少ないよね。なんか飯は柔らかめが好きです。まあ普通のあのご飯は別に何でもいいんやけど、おかゆも好きです。中華街とか、あ、そう、そういうのも好き。ただおこげはあんまり好きじゃない。炊き込みご飯とか好きよ。ただそのおこげが好きじゃない。あら、もう43分じゃん。毎日カラオケアイドル継続するかな。やめよっかな。毎日歌ったら喉おかしくなりそう。
メイクしてない日はあんまり歌う気にならないよね。もう45分か。そうだね。でもなんかもう歌いたい歌がないんだよねっていうあれもある。カラオケが増えてくれたらいいんだけど、歌いたいの増えるんだけど。そうだね、もうちょっと増やしてほしいよね。AKB そのアイドルなんかじゃなかったらが一生入らんだよね。なんでなんか分からんけど、私の小栗有以さんセンターソングなのにないよ、一生入らん。まあでも毎日から1曲ぐらい歌ってやるか上から見せ1曲ぐらい歌ってやるか。うわ、雑談配信にお付き合いいただきましたので、カロコンウィンクもないよ。アイドルなんかじゃなかったらがまずないんだから、おかしいでしょ。これからこれかなみたいなやつはあるけど、今日は自分で選ぶ。今日はまあでも最近は NMB さんは選んでないから、アーモンドクロワッサン計画歌ったらちょっとお腹すくけんやめとこ。カモネギもお腹すくけんやめとこ。とか言って
ウーバーイーツして食べてそうな自分が想像つく。なんとなくでこれにしようっと。ああ。ダメだ、早い。この曲こんな早かったっけ。なんか今日どんどん、なんかゆっくり配信しとったけん急に歌うには早すぎた早すぎてびっくり。もうちょっと寝る前にふさわしい曲はないかなこんな激しいやつじゃなくてさ、なんか寝る前にそう惜しい曲はないかしら。早いやつしかないな。やばいよね。でも言うてそんな時間ないから、やめた、これでいいや。
だからお休みソングです。無理やりこじつけ、 お休みソング。これでみんなの脳みそが起きて寝れなくなったかもしれない。並べさん、ミラーボールたくさん、ゆうちゃんめっちゃきなこさん、ありがとうございます。けさん、ありがとうございます。てなわけでランキングを読みたいと思います。13位タネさん、12位ミチさん、11位浅香さん、10位スケさん、9位バーバブさん、8位ヤジウマさん、7位めっちゃきのこさん、6位マグさん、5位空飛ぶりょうさん、4位パフィンさん、3位ゆうちゃん、2位赤色サンタさん、1位ナラブさん、ありがとうございました。ということで、サラピリリご飯、4月17日のサラピリリご飯は、受付中ですので、今日から受付始まりましたので、ぜひサラピリリご飯来れる方は応募お待ちしています。あとツアーもなんかやってますんで、まあツアーはね無理に来いとは言わないので、もちろん来れる会場に足を運んでいただければなと思います。そんなもんですかね。はい、今日インスタ更新してないのでそんなもんです。それでは終わりにしたいと思います。今日の配信の収穫は、大戸屋と弥生軒が美味しそうだと知ったということです。それでは、あ、ネイルもね、いい感じに完成したし、よき。それでは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。もう12時じゃん、冷静に考えて。バイバーイ。ネイル見せよ。
出る店のためのバイバイ、ありがとうございました。グッドバイ。バイバーイ。